ピサーノ、洗礼者の埋葬金メッキした、ブロンズ、45X50 センチメートル、アンドレア・ピサーノ、または、アンドレア・デ・ポンテレラは、イタリアの彫刻家、建築家。ピサーノは最初金座育士として、修行を積んだ。それから、1300年頃、ミノダ・フィエーゾレの弟子になり、一緒に、ピサのサンタマリア・デッタ・スピーナ教会ほかで、彫刻の仕事を手掛けた。 ピサーノの主な活動場所はフィレンツェだった。三序盤に洗礼堂のブロンズの三つの扉の南側の最初の扉は、ピサーノの作品である。1330年に着工し、1336年に完成した。扉は、たくさんの小さな四つ墓ざりを散りばめた板ででき、下八つには力天使たち、それ以外は、洗礼者、ヨハネの生涯の場面が描かれた。 ピサーノの演熟したスタイルの形成に大きな影響を与えたのはチフィエゾーレよりもジョットだった。フィレンツェに住んでいる間、ピサーノは多くの大理石彫刻を作ったが、すべてにジョットの強い影響が見られる。1340年、そのジョットの公認として、ピサーノはサンタマリアデルフィオーレ大聖堂の式に当たった。そこでピサーノは一連のレリーフを作ったが、 おそらくデザインはジョットが手掛けたものと思われる。その一つ、ジョットの主朗のために、ピサーノが作った二重の美しいパネルレリーフには、四人の大予言者、七つの美徳、七つの秘跡、七つの慈悲の行い、そして七つの惑星が描かれている。ドゥオーモにも、ピサーノをメインとしたフィレンツェ人作家の大理石作品が含まれている。年、ピサーノは、 すでに、ロレンツオ・マイターニがデザインし、工事を進めていた、オルビエト大聖堂の仕事の指揮に当たった。そこの扉と前日のサンジョバンニ洗礼堂が、間違いなくピサーノの作品だとわかっている。ピサーノは、ビサンティン美術の影響から、近代美術への解放に貢献した。ピサーノの正確な没年はわかっていないが、1349年以前だったことは、間違いない。 ピサーノには2位のトマーゾという2人の子供がいた。2位のピサーノはかなりの腕を持った彫刻家でオルビエト大聖堂の式を父親から引き継いだ。また、弟子の中にはオルカーニャがいた。文派のジョバンニリ・ボールデッジオも才能がある彫刻家でミラノのサンテウストルジョ聖堂を手掛けた。ジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝の中に ピサーノの電気を含めている。ありがとうございます。